俺ね、結構モテんだよ。園児のママにも人気あるし、彼女だって可愛いし。なのに、なんでこんな。キイチ、今何を。何って。キス。え、そんな顔しないでよ。シンプルトーン第4話。もしもし。キイチ、友達の見送り終わった？うん。じゃあ今から会おうよ。顔見たくなっちゃった。俺だってずっと。え、キイチ、もしもし、もしもし。息ができない。夜勤明けなんだってば。ああ、分かったよ。出ますよ。なんで電話が通じないんだよ。正午、ミイラになってるかと思った。一週間じゃミイラにならないよ。電話には出ろ。ないよ、川に捨てたから。捨てた？何焦ってんの。めったに連絡してこないくせに。お前なんかあったのか。携帯まで捨ててだからあんなこと。あんなこと？キスしたこと。俺の頭がおかしくなったと思ってる。そんなことは。携帯捨てたのは彼女からの連絡がうざかったから。は？一応付き合ってるんだろ。別れるにしてもちゃんとしないと向こうにだって失礼だ。なんでお前はそういう興ざめするようなこと。まあ無事ならいいや。寝てるとこ悪かったな。帰る。待てよ。彼女のとこ行ってちゃんと別れてきたら俺とセックスしてくれる。え？ちょ、やめ。ナオトとずっとこういうことしたかったんだろ。おい、本当は死にそうだったくせに。やめろ。そんなに意外？キイチ、ナオトしか見てなかったからだろ。やるだけなら俺でもいいじゃん。
キイチ、なんで来たんだよ、別れよ。キイチの電話が通じなかったから。昔の父親と重なって怖くなった。あの時も眠ったきり起きなかったから。生きてるならよかったよ。ショーゴ、俺。またな。ショーゴ。俺、なんてこと。なんてこと。いや。こうなってたんだ。もうとっくに限界だったんだよ。あれからすぐに彼女と別れた。正午とも会っていない。季節はいつの間にか春になっていた。なんで言うことが聞けないんだよ。ごめんなさい。同じことばかり言わせるな。キイチ先生。園長先生。もう分かったわよね。はい。じゃあ教室に戻りましょうね。どうしたの？最近おかしいよ。すみません。今のも何？生理前でもある前に。はい。何？本当にしおれてるじゃない。情けないな。いいわ。ちょっと休憩しておいで。でも。気持ち入れ替えてきなさい。私の机の上に豆大福があるんだけど。しょうがないから食べていいよ。はい。さあ、行って行って。情けない。ナオトからだ。もしもし。キイチ、元気？元気だよ。雑巾みたいな声だけど、また寝起き？仕事中。あ、そうなの？今休憩中だからいいけど。テンション上げてよ。せっかくそっちの時間に合わせて電話してんのにさ。もう慣れた？毎日ボロボロだけどね。来てよかったって思う。ナオト、今好きな人いる？おい、どうしちゃったの？いる？いるよ。そっか。どんな人？言葉が通じない人。外国なんだから当たり前だろ。違うよ。価値観が強烈すぎて言葉が全然通じないんだ。毎日振り回されてる。ナオトが？うん。ねえ、なんかあったの？ないよ。なんもなくなっちゃったんだよ。もうどうしていいのかわからないんだ。何それ、本当にキイチ？もしかしてそこにいるのは声真似名人ですか？誰だよ。どうすることもないじゃん。好きでいいんじゃないの？その他に何かいるの？出た、久々のナオト節。やっぱキイチか。俺、その人を傷つけちゃったんだ。相手のことを思うなら抑えなきゃいけなかったのに。
勘違いかもしれないんだけどね。日本にいた間、誰かからそういう気持ちを寄せられていたような気がするんだ。ずっと誰かに好きでいてもらったような気がする。誰に？好きだと思える相手ができた今、その誰かのことを考えると時々少し泣きたくなるんだ。ねえキイチ、意外にシンプルかもしれないよ、いろんなことって。俺らが勝手に複雑にしてるだけでさ。留学に迷った時も、回り道をして戻ってきたのはすごく単純なところだった。園長先生がおやつに豆大福くれたんだ。そう、じゃあ固くなる前に食べないとね。また電話する。今度は明るい声を聞かせて。わかった。またね。また。お客様のおかけになった電話番号は現在使われておりません。正午。なんで？はい、というわけで、第4話聞いていただきましたが、いかがでしたでしょうか。はい、ね、もうこれちょっと物語も佳境というか、佳境でございますからね、盛り上がってきて、ちょっとね、こう起承転結の点というかところなんですか、ね、ことが起き始めてきましたね。そうですね。まあすごいことになっておりますけども、はいはい、あのメールの方がですねたくさん届いておりますので、ね、あの紹介しましょうね、はい、本当にすごい反響来てますね。はい、では早速紹介しましょう。前回の放送の第2話では号泣してしまいました。翔吾と直人のシーンで翔吾が直人に夢を諦めるのかよと言って対立してしまった2人。第3話ではキイチが翔吾の本当の気持ちを知ってしまうという話ですが、とても楽しみです、これからの放送楽しみにしておりますということで、これ第2話聞いた時点でのね、そうですね、感想でございますね。はい、他にもまだまだまだございますよ。はい、はい、第1話第2話配信聞きました、はい、意外と誰にでもありそうな日常のお話で、さらに私は今年22になり、主人公たちと近い年齢ということもあって、いろいろと考えることや感じるものがありました。私は高校生の時、明確な将来の夢というものがなく、また夢イコール叶わないものという概念が強かったので、進路決定にはかなり悩みました。なので将来の夢に一生懸命な直人がとても眩しく感じました。一見冷たいように見えて誰よりも気が利く翔吾や、いつも明るく二人のために立ち回る喜一、三人のやりとりを聞いていると本当に高校時代が懐かしく感じました。高校時代ってなんだか特別なんですよね。久しぶりに友達に連絡を取ってみようかなと思いました。三人の思いが絡み合い、これからどうなっていくのかが、楽しみにしております。はい、いやいいですね。なんかその年齢の人、その年齢の人たちが聞いてくれてるっていうのね。そうですね、結構やっぱりそういう風な人たちになんかこう感じるものというか、なんか思うところがあったりとかいろいろあるんですかね。そうですね。あ、この方もそうですね。私も下野くんと同じく30代なんですが、物の見方や価値観があの頃とは違っているんで、違ってるんですよね、当たり前ですけど、時間がどれだけ流れてもなくしちゃいけない感情もあるんだろうなって思いましたと。そうだね。なんかやっぱ高校時代をしみじみ思い返しましたっていうのもありますからね。今でもやっぱりね、なんだろう、そういうふうに人それぞれいろんなことがあって、それを経てこうどん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 前に進んでいくっていうのがありますからね。そうですね。いや、いいですね。なんか懐かしく思いますな、高校時代とかが ね。まあこれ、まああの2話が配信された段階までのお便りでしたけども、まあ3話配信されて、今からっていうか、これ今回で4話、4話でございます、配信でございました。はい、なのでですね、まああの3話4話の感想もですね、皆さんぜひともお送りください。はい、そして、はい、次回いよいよ最終回、翔吾がキイチの前から姿を消してしまいます。はい、それぞれの決断とは。シンプルトーン最終話、お楽しみに。